兵庫芸術文化センター管弦楽団は2005年に設立されたオーケストラである。兵庫県西宮市の兵庫県立芸術文化センター専属のオーケストラ。日本オーケストラ連盟正会員。英文の略称 PAC に由来して、PAC オーケストラとも呼ばれる。定期演奏会等のほか、同センター主催によるオペラ、バレエの公演では演奏を担当する。いわゆる雑記オーケストラでもある。世界各地から集まった主としてコアメンバーと呼ばれる35歳以下の若い学員を中心にレジデントプレイヤーやアソシエイトプレイヤーなどで編成されている。コアメンバーの任期は最長で3年であり、その間に実力を高めることを期待されるアカデミー型オーケストラとしての側面もある。芸術監督は指揮者の佐渡裕が務める。2005年のこけら落とし公演3回が即日、完売して2公演を追加した。また2006年に初の本格的オペラ上演として、蝶々夫人の公演6回に2回の追加公演が開かれた。また、発足直後から CD の連続リリースが発表される。結成の年である2005年より、年末に開かれるサントリー1万人の第9コンサートに、1万人の第9オーケストラとして毎年参加している。また近年行われた佐渡裕氏指揮の夏の夜の夢では京都市少年合唱団との共演も果たしている。ありがとうございます。